めっちゃお迎え動画みたいで恥ずかしいですね。カメちゃんじゃないです。ギザギザや。そんで誰が来たかと言いますと、こいつなんですよ。フトワゴヒゲトカゲですね。こちらはハイポゼロのフトワゴヒゲトカゲですね。ついにお迎えしちゃいました。いや、まあずっと個人的にトカゲは欲しかったんですけどね。カメちゃん縛りを本当はしていくつもりだったんですけど、ちょっと誘惑に負けちゃいましたね。このお手製の DIY ケージの中に入ってもらうことにします。ちょっとまだ床材とか届いてないんですけどね。流木しかありません。当分ちょっと届くまではこのペットシーツと流木で生活してもらおうかなと思います。この子ショップでもすごい人慣れしてて、もう全然暴れないんですよね。ちょっとビビってるだけかもしれないですけど、なんかこっちチラチラね、これフトワゴが普段やる仕草なのかもしれませんが、すごい落ち着いてていいやつですね。初日なんでね、ちょっとそっとしといてとショップのお兄さんにも言われたので、ちょっと出す時だけ一瞬持ちますけども、ぴょって乗ってくれましたね。ええ、綺麗な個体だと思います。ハイポゼロなんでね、真っ白ですね。さあちょっと流木の方に乗ってもらおうかな。今日とね、明日は何も餌あげなくていいと言われたんでね、このままちょっとそっと観察しておくことにします。まだ多分20センチちょっととかしかないんですけど、これからこのケージでね大きくなってくれるのが楽しみですね。触らんと言ったんですけども、ちょっと初日なんで体重測定だけねしとこうかなと思います。また後日ね、慣れてきたらどれぐらいの長さ体調があるのかっていうのも測ろうかなと思います。ちょっとごめんね、ちょっとごめんよ。一瞬だけね乗ってね。はい、どうぞ。すまぬ、すまぬ。はい、 33g ですね。34かな。はい、すまないね、出してあげるわ。はい、じゃあごめんよ。はい、さあいきなりですけど1週間ぐらい経ったんでね、もうちょっと結構脱皮とかもしてますね。どれぐらいの長さが今あるのかちょっと見てみましょう。お迎え当初の長さじゃないかもしれないんですけど、今約25センチですね。今彼は25センチです。さあ内装のね環境ちょっと変わりましたが、木をねちょっと段々の上に置いてみました。でこれは餌やりですね。ヨーロッパイエコオロギの冷凍のものを解凍して、ちょっとカルシウムパウダーかけてねあげてます。意外とね動いてるものしか食べないのかなって初め思ってましたけど、意外と冷凍でもね食べてくれるんやなっていう、そんな感じですね。食べるか、食べるのかい、どうなんだい。食べた。うまそうに食ってくれるんですね。このまたケージの端っこでね、このドヤ顔で待ってくれてるのがね激カワですよね。ちょっと脱皮前でくすんでますけど超かわいいっすね。でまだ床材がまだペットシーツなんですけど、
こんな感じでコオロギ離してあげても、まあ、動いてるやつね追っかけて食べてくれるっすね。もうめっちゃ元気です。めちゃくちゃ元気。ただちょっと問題があってね、ちょっとこれ今流木どかしてるんですけど、まあ何かっていうとこの流木の裏にねもう完全にこうコオロギが、イエコがこう隠れちゃってもう出てこなくなってね、もうこいつ諦めるんですよね。僕もちょっと諦めてるっすよね。なんでちょっとこう、あ、ちなみに床材入れました。はい。でこれでね、まあ近くに来たんでこうバッとこう食べてくれましたけど、流木の裏とかこの人工芝のこの木ですね、こうだんだんのこの裏とかにこう隙間とかにこう隠れてもう出てこなくなっちゃうんで、どうしたもんかなって感じです。これお迎えしてちょうど1週間ぐらいなんですけど、まあショップでも脱皮前って聞いてて、これまさにこう脱皮してますよね。ズル向けやね。なんかこうフードをかぶってるみたいですよね。フードなのかな、パーカー背負ってるみたいな感じしますよね。してるし、で結構こう流木とかにこの取れた皮がねついてる感じですね。はい、うんちですね。ええ、でももうなんかこうトラ手でね持つときはもうされるがままって感じですね。されるがままトカゲですね。おお、これはお前顔を脱いだのか。これもう太顎ずり向けトカゲですよね。2つ名前つけちゃいましたね。名前ちょっとまだつけてないんですけど、こいつまた後で考えます。白いな、白いお兄さん。じゃあちょっと戻してあげようかな。お戻り、はいはい、うん、いい感じにパリパリでパーカー被ってるみたいな。パーカーね、脱皮不全な感じは全然しないですね。ちなみに床材はビバリアさんのウォールナッツサンドを2袋敷いてますね。またちょっとこうケージの前まで来てアピールしてたので餌くれモードかなと思って、フトワゴフードをね顔の前にこうペーンってこうペーンってしてますけど、これフードは全く不安っすね。はい、コオロギちゃうんかいと、コオロギ言うて、はい、コオロギモード全開なんでちょっとこう戻しました。うん、フードも食べてくれてるようになったらね結構楽なんですけどね、その方が成長とかも早いって聞きますからね。こっち見ましたね。こっち見てるんか分からへんけど、うん、なんでこうケージの前に来て何を訴えるんかなっていう、そんな感じしますよね。これも全力バスキングタイムですね。いい感じ。結構こう背中まで向けてきましたね。これもお迎えして1週間半から2週間ぐらい経ってる時の映像ですね。だいぶこういい感じに背中と腕周りとお腹とね脱皮が始まってるかなと。これ見てくださいよ、ね、尻尾はまだなんかな、もう向けきってるのかまだなのか、この胴体部分、お尻にかけて首周りから結構向けてますよね。うん、ちょっとじゃあそしたら餌やりしていきましょうか。もう見やすいようにこのガラスケージの中で餌あげますわ。はい、イエコです。イエコ、まあ、6匹、ちょ1匹死に耐えてるやつが目の前にいますけど、あれ食べるんかな。これからもちょっとこう餌やりの時はこのガラスケージの中であげることにしようかなって
考えてます。理由はまあさっきのこう流木とかね、石のこの人工芝の木の段々の裏に隠れちゃうっていうのがあって、もうねイエコがこの真っ白いドラゴンからね全力で逃げるんで、でこいつを諦めるんで食べへんのでね、ちょっとこんな感じで、今後は、給仕の方はねイエコを上げていこうかなと思います。全然気づかないですね。おるよおるよ、ここに。お、気づいたですね。バチン。このねパリパリ食べてる感じがねめちゃくちゃいいですね。ちょっと違う日の別アングル。お、ペチいいでしょう。これがねやっぱりこうふとあご飼育の中でというか、まあトカゲ全般ですかね、ヤモリもそうかもしれないですけど、こう捕食がねやっぱりこう普段カメしか飼ってない身からすると迫力があってね、かっちょええなって思います。ちなみにこの子の名前は最後になりますけど、足ピーンでね豆腐にしました。白いんでね、この子の名前は豆腐です。もうズル向け豆腐ですねこの子はね。今よう向けてますね。お腹からもう全部いきましたね。脱ぎ切りそうな感じがしますね。でこれね結構嬉しくて、野菜食べへんのかな食べてずっとこう野菜は置いてたんですけど、この自家製小松菜、このね自家製小松菜置いてたらね、クローバーもちょっと一緒に置いてみたんですけど、クローバーと一緒に食べてくれましたね。なんや野菜も食べんねんやって思いました。うん、ショップでは普通にこう置き餌でね野菜を置いてたら食べるよってお兄さん教えてくれたんですけど、ほんまかなと、全然食べてへんやんってずっとね2週間くらい思ってましたけど、2週間目にしてついにこうね食べてくれましたね。まあ、ちなみにこの日はこの一口だけだったんですけどねさあじゃあ今後もねこの豆腐のどれぐらい大きくなって成長していくのかっていうのをね皆さん楽しみにしてもらえたらなと思います。ありがとうございました。